どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日の動画はですね、シリーズで、お送りさせていただいている動画なんですけど、G ラボの、ウクレレのセミオーダー、まあ G オーダーって言ってますけどね、この G オーダーを、オーダーしてくださった方のご希望があれば、そのオーダーしてくださった方のお手元に届く前に一回ガズがちょっとこう試し引きしてレビューをね、動画公開しますよと。で、ここでちょっと紹介して、その後、お客さんの、オーダーしてくれた人のところに送って、楽しんでいただこうという、そういうシリーズで動画がもう結構取り上げてるんですよ。ちょっと他のも見てください。皆さん、セミオーダーって、誰が、どんな風なウクレレオーダーしてるんだって気になるじゃないですか。めちゃくちゃ G オーダー、G ラボのセミオーダーウクレレね、いいウクレレがもうすごい揃ってる。世界で一本のね、その人だけの、ウクレレになってるわけですから。はい。ちょっと過去の再生リストもぜひ見てください。G オーダーのね、再生リスト見てもらいたいんですけど。さあ、今回はですね、ウクレレと紹介していきたいと思います。さあ、ここにウクレレがございます。はい。セミオーダーウクレレは当然このかっこいいハードケース付きです。すごいでしょ?この G ラボマークが入った。はい。このケースなんですけど、これ、見ていこうと思うんですけど。じゃあ、開けていきましょう。じゃが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 。これはどんなウクレレでしょうか?皆さん。楽しみですね。開けます。3、2、1、ドカ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 ドン。うおぉ、すごい木目。いやー、メイプルですね、これは。この木目見てください。はい、素晴らしい木目。で、これね、大きいんですよ。テナーサイズです。すごいこう、大きいね。結構こう迫力あるんですけど。で、ちょっとパッと見ていくと、メイプルトップで、ここの、輪っかがロゼッタって、これアバロン貝ですね。すごいキラキラしてね、すごい美しいです。で、このポジションマークもアバロン貝で、このポジションマークのこの形はね、このブリッジの形と同じなんですね。これガズがデザインしたブリッジの形なんですけど、これがこういうふうにポジションマークとして並んでいて、で、これフレット数は、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16フレットの、テナーサイズですね。はい。で、ここの G マークも、ロゼ、アバロン貝ですね。見て。薄レレじゃないの、これは。なんか今や新鮮ですよね。ちょっとこれ引いてみましょう。はい。よいしょ。はい。こうやって見ると、ほら、最近ではこっちの方がちょっと珍しく感じる。薄レレじゃない。これが通常の厚さですけどね。だからこれ、テナーサイズで、通常の厚さなんで、かなりボリュームもあると思いますよ。はい。で、これ、サイドとバックはね、ウォルナットという木材です。クルミの木を使う。このセレクションは素晴らしいですね。いいですね。ピックアップも内蔵ということで、これはかなりいいですよ。ちょっと弾いてみましょうか。せっかくですから。さあ、行ってみましょう。すごい。テナーで、しかもこの分厚いボディ、分厚いっていうかまあレギュラーですけど、低音はやっぱすごい出る。それしかも、この高音の方は、シャキンとこうメープルならではの、このきらびやかな、こうキラキラした、シャキンとこう伸びた感じが、よく伝わると思いますけどね。はい。素晴らしいウクレレ仕上がってます。MK04 さんがオーダーしていただいた、このウクレレ、メープルトップの、テナーサイズウクレレ。大事にお届けしてまいります。はい。で、今回はですね、MK04 さんは、サインを、ケースにしてほしいということで、今からちょっとケースにサインしていこうと思います。よし、じゃあここに、ワイルドに行こうと思います。はい。サインしました。はい。これをですね、じゃあ、お届けしますんで、MK04 さん、04さん、本当、
弾いてください。弾いて弾けば行くほど育っていくウクレレ、これ G ラボウクですから、もう天然木でですね、やっぱこの音がこの銅管といって木の、中の繊維をこう音が通れば通るほどどん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 音のなりって良くなっていくんですね。なんでまだこれ生まれたてなんですけど、どん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 こうまろやかになってきて、マイルドになってきて、こう響き、音の響きが良くなっていく、育っていくウクレレ、一緒に育てて自分も育ってウクレレも育てていく、そんな感じで、楽しんでいただければというふうに思います。到着をお楽しみにしておいてください。はい、そしてですね、この G オーダーも皆さんぜひね、ちょっとチェックしてほしいんですけど、 G オーダーの詳細概要欄に貼っとくんですけど、G ラボのウクレレの申し込み期間、大体ね毎月中盤から後半以降に受付させていただいてるんですけど、その期間内にね G オーダーできるんですけど、もしなんか分かんないなとか、この木材の違いとか、このどういう組み合わせがいいんだろうって分かんなかったらですね、G ラボスタッフに相談してください。そうするといろいろアドバイスもできたりとか、なんかこんな感じのキャラクターになりますよとか、過去のデータもありますんでね、なかなか世界で一本のウクレレを自分でこうクリエイトして作っていく、すごく素敵だと思います。ぜひよろしくお願いします。で、あともう一個お知らせ、2024年の11月11日は弦が4本でガズレレの日だぞということで、毎年ねイベントやってるんですよ。で、今年もやります。でも今年月曜日なの、平日なんですけど、今年はですねぜひ参加してもらいたいと思うんですけど、場所がですね初めて名古屋で開催ということになっています。ちょっと詳しくはですね近日、公開しますけれども、情報ひとまず今の段階としては、皆さんスマホとか予定帳の11月11日のところにガズレレの日のイベント参加書いておいてください。詳細後日公開、楽しみにしておいてください。さあ、それでは今日は G オーダー、レビュー、みんなにお届けする前にレビューするよという、コーナー、やっていきました。ぜひ皆さん楽しんで、音楽楽しんで、芸術の秋ですから、もりもり行きましょう。さようなら、バイバイ。